こんばんは。天国上がった？いや、上がってないよ。やってないからね。何分けたん？いや、仕事だから。仕事終わって帰ってきただけだから。もうやらないし。一回買ったらもうちょっと自粛するし、俺も。投資マン株保存合成ガチャ。頑張るで、俺。でも明日はあって、明日も仕事ですよ。勝ちの余韻に浸りたい。あれ見た？あれ、あれ完璧やったやろ俺。あれ5時間、もう5時間無駄な時間を過ごさんで済んだんやで俺。偉くない？帰ってきて配信しよった。偉すぎるんかな。あ、後任者とか泣いとるで、あれ。全部嘘に聞こえるよ。いや、アリバイありますやん。俺帰ってきてますやん。試練してましたやん。アリバイは証明されたって。配信は有意義。閉店後の帰宅時間。いや、昨日だから昨日。今日の夜は、今日は牛丼です。ファミマの。昨日の画像。いや、昨日やん、どう見ても。9月5日って書いてますやん。牛丼見せろって。ファミマルくん好きねって。おいおい、愛媛でファミマにお前強盗が入ってたんだかんで。ビビるせ。もうあれや。まだ、あと今日俺ちょっとテレビ見よったんだよ。そうしたらカムキャムミキャンっていう、カムカムミキャンっていうな、サイトがあってな。なんか移住したいやつを募っとるらしいわ。AI が勝手に移住候補を選んでくるらしいぞ。愛媛県で。ちょっとやってみてね。一回。パソコンとか、スマホでもできるらしいけん。俺がやってみようかな、ワンチャン。いや、ヤンゴ。そんな子供騙しでって。子供騙しじゃないし！やってみてや。あるんかな？ちょっと見てみよっか。カラカーとか言われたら絶望。ちょっと待てよ。ちょっと見てみよう。カムカム。カムカムエブリバディ。ミキャン。こんなん俺がやってもええもんな。国内初 AI を活用した対話型やつ、お前。ヤフーニュースにも載っとるぞ、お前。ゆるキャラに移住相談？そんなんないんだが、んで。対話型。 愛媛移住コンシェルジュ。これか。よくわからんな。スタインかいとか言ってくるの？いや、わからん。違うわ、これ。ニュースとかになってるもんな、これ。ちょっと見てみるか。さらに呼び込もう。あ、ちょっ人口と聞い減てみ、こ少れ。が続く中、県は移住者をさらに呼び込もうと、AI を活用した対話型の相談窓口をオープンしました。中村先生じゃないですか。多くの方に愛媛を知ってもらい、移住していただければという思いから、英語の来るを意味するカムを使った、カムカムミキャン
という愛称をつけさせていただきました。ええやん。カムカムミキャンは全国で初めてだという AI を活用した対話方式による移住相談のサービスです。らしいぞ。24時間365日やりよるらしいけど、お前ら移住でおすすめの地域はと質問に入力をいたします、うん、というふうにこのように回答が返ってまいります。返ってくるみたいよ。パソコンやスマホから移住情報サイト愛媛移住ネットや LINE にアクセスして利用し、そこから具体的な相談に移ることも可能です。具体的なもいけるみたいな。昨年度県外から愛媛への移住者は7200人余り、相談件数もおよそ7600件と過去最高で、おいおい7254人も来とるぞ。おいこれ仮想化は大丈夫だな。1万件を達成したい考えです。8000人を目標にしとるらしいわ。必死だな。嘘なって、いや嘘じゃないけん、子育てとか適しとると思うよ俺は。それ以上に減ってるだろう、どうだかそれは分からんだろうが。鼻で笑ったね。いや笑ってないよマジで。さあ頑張りましょう今日も。俺は頑張るで、絶対に負けん、あいつらには。